やあ、アーノルド。友達が来たんじゃないか？いや、これ絶対友達じゃないわ。今度は何をやらかしたんだよ。え、君じゃない？ああ、あのおばさんね。何やら凶悪な事件を起こして警察に追われているようだ。そんなわけで君はこれから24時間。おっと。FBI に協力するんだ。FBI で働く捜査官は約1万5000人。全米56カ所の拠点に散らばっている。訓練所である FBI アカデミーはバージニア州のクアンティコにある。100人のスペシャリストたちが新米捜査官の訓練を担当するんだ。ああ、パンツ丸出しじゃないか。FBI 捜査官はあらゆることに精通しなくてはいけない。何をやってるんだ、アーノルド。それはやらなくてもいいよ。FBI 捜査官が武器の携帯を許されたのは設立から26年後、1934年のことだ。現在では射撃訓練は必須であるだけでなく、最も重要な訓練の一つだ。ああ、一発は当たったかな。トレーニングで君の能力をしっかりと鍛えて、24時間 FBI 捜査官として働いてもらうぞ。なかなかいい成績じゃないか。さあ、これからアーノルドは2002年に設立されたサイバー部門で働いてもらう。最先端のテクノロジーを使って調査の仕事に携わってもらうんだ。アーノルド、必要な情報がもう見つかったのかい？おいおい、ドーナツを注文してたのかよ。やっぱりいつも通りだ。ほら、すごい怒ってるぞ。もちろんアーノルドじゃなくて優秀な FBI 捜査官の活躍でおばさんの共犯者が見つかった。バッファロー・ジョーと呼ばれる悪名高いバイカーだ。これから特別捜査に出発する。容疑者がいたぞ。すぐに確保するんだ。おいおい、君は本当に使えないな。逃げようとしてるぞ。すぐ確保するんだ。どうして倒れてるんだよ。え、漫画みたいだね。グズな君でも役に立ったじゃないか。特別に容疑者を尋問してもいいってさ。さあ、尋問して白状させてみよう。もちろん簡単には喋らないよ。何か考えがあるようだね。授業でもするつもりかい？うわ、これはきついな。やるじゃないか、アーノルド。まさか君がこの筋肉ムキムキの大男を喋らせるなんて思ってもみなかったよ。さあ、アーノルド、おばさんを捕まえるまであと少しだ。行方不明のおばさんを探すんだろう。ほら、この資料の中から探すんだ。ここには5000人以上の髪の毛が証拠として残されているん。チャーリー・チャップリンとかジョン・レノンのものだってあるんだよ。さあ、ほら、探して、おばさんの尻に盗聴装置でも仕掛けてくるんだな。そうすればパブロ・エスコバルみたいに何でも情報が入ってくるようになるよ。どうやら君のおばさん、ピザを頼んだようだね。チャンスだよ、アーノルド。潜入捜査に行ってこい。隠しマイクつけとくから大丈夫だよ。君の任務はね、秘密基地に入って装置を仕掛けてくることだ。さあ、頑張ってこい。あとは君次第だからね。大事なことは、できるだけ自然に振る舞うことだよ。おやおや、なんというチャイムだ。うん、家の中に入れたね。これはチャンスだ。アーノルド、行け。ほら、任務を思い出して、オフィスに装置を仕掛けるの。よし。慎重に潜入するんだよ。うわ、問題が起こってしまったようだね。アーノルド、早く、なんとかするんだ。おいおい。アーノルド、早く逃げるんだ。あ、君のおばさん、思ったよりも危険だな。頑張れ、アーノルド。必ず誰かが助けに来るから。あ、なんてこった。君をずっとおもちゃにするようだ。お見舞いに来たのかい、アーノルド。優しいじゃないか。ナイスガイだ。気に入らなかったみたいだね。追いかけてたおばさんに今度は追いかけられるなんて、なんとも皮肉なもんだね。
どうやら社会に貢献することを覚えた様子。ドーナツを狙ってたのか。君って最低だな。心配はいらない。君も今回は他人の役に立てるぞ。今世界は中国の下痢を引き起こすウイルスに汚染されているんだ。だが君の体にだけはワクチンがあるんだよ。世界の70億が君を探してる。195の国の全てのメディアに君の写真がアップされてるよ。もちろん警察のデータベースにもだ。しかも警察だけじゃない、世界最高の特殊部隊にもだ。MI6 英国諜報機関、100年間ずっと24時間働き続けている。 ISI パキスタン軍統合情報局、世界最大となる1万人のエージェントを抱えている。そして CIA、 拷問が大好きだから気をつけるんだぞ。カナダ安全情報局、予算はなんと5億700万ドルを超えている。本当に捕まらないと思ってるのか。君の写真は全世界のソーシャルメディアにもアップされたんだ。もはやグレタ・トゥーンベリよりも有名なんだぞ。まあ彼女は君の人気を喜んでないだろう。とにかく君の血を最後の一滴まで他の人にあげるだけでいいんだよ。早速世界各国から最高の特殊部隊が来たぞ。アメリカ海軍のシールズ、フランス国家憲兵隊、中国の有機氷突撃隊だ。まあばったり会った子供に捕まるかもしれないけどね。隠れても無駄だよ。ニューヨークだけでも2万台の監視カメラが設置されているんだ。カメラで写真を撮影して、顔の主な特徴である鼻、目、口の間の距離を比較する。このデータはフェイスプリントと呼ばれる人の数値コードに変換されてデータベースで照合されてるんだ。さらにダークネットではあらゆる場所の画像を買うことができる。喫茶店、病院、ショッピングセンター、 FBI 本部の写真もだ。つまり君がどこへいても5分以内に場所を特定できるんだよ。これを使うんだ。このメガネは LED が取り付けられていて、カメラから顔を隠すことができる。カメラから見ると顔がピカピカ光ってるからよく見えなくなるんだ。ほらバッテリーだ。それから変装もした方がいい。これはドーナツの食べ過ぎだな。お腹に大量のガスが溜まってるぞ。さあ思いっきりぶちかませ。よしよくなった。だが警察犬は汗の匂いの成分である酪酸の匂いで君を見つけることができる。そんなことをしても無駄だよ。たった 1g の汗でも警察犬は10階建てのビルの上からでもわかるし、15フィートの深さでもわかるんだ。しかもアメリカだけでも700万台のドローンがある。手を振り回してないで、この対ドローン特殊武器を使うんだ。この銃は広範囲に電磁波を発射するから狙う必要だってないのさ。こいつはドローンに電波干渉をするんだ。ドローンたちは基地からの信号を受け取れなくなるから制御が不可能になるんだ。こりゃいかん。大変な騒ぎだ。人混みの中に紛れ込むんだ。おーっと、キスカメラだ。最後に言い残すことはあるかい？アーノルド、大変なことになった。映画デビルズダブルを覚えているかい？お金持ちの少年が別の少年を影武者にして、自分の代わりに危険なことをやらせたり、打ち合わせに行かせたりする話だ。というわけで今回は知り合いを助けてもらう。一日キム・ジョンウンになってもらう。想像できるかい？2500万人が君に忠誠を誓い、君を崇拝して熱狂するんだ。本当のことを言うと人民には他に選択肢がないんだが、ここでは誰もが普通にやっていることが、その国では君だけが許される。例えばヨーロッパのデザイナーが作った最高の服を着たり、ヌテラを食べたりすることだ。君が国の重要な仕事をしている間、武装した兵士の部隊や電気柵や地雷原で厳重に守られる。君のいる建物はたとえ核爆弾が爆発しても安全だ。
さあ、支度をするんだ。ちょっと移動するぞ。君は二度目は帰ってこれないと思って強く疑ってる。だから君が代わりに行くんだ。専用の走行列車は君の家から直接乗れる。この列車の速度は時速60キロ以下だ。これは列車が走行板に覆われていて非常に重いからだ。今日一日だけ全ては君のものだ。ご覧の通り、今年の収穫はかなりひどい。1000万人が餓死する可能性がある。おそらくね。でも、まだ1500万人が残る。そのトイレは20分以上入らない方がいいぞ。国家の最重要機密を確保した。仮設トイレは総書記だけが使用できる。尿と便のサンプルが集められて、君の健康状態を監視する。だから、スパイも君の病気を見つけることなんてできない。この街で一番高級な部屋を君だけのために用意した。チェックアウトしたら総書記がここに泊まっていたなんて誰にもわからない。セキュリティサービスは指紋一つ、髪の毛一本ですら決して残さない。さあ君の出番だ。何も言わずに笑って手を振るんだ。アメリカの大統領がワッツアップで招待状を送らないなんて知らなかったよ。アーノルド、写真なんて撮って大丈夫？すごく悪いニュースだ。実は世界中の政府が倒れて、独裁者たちがその国を支配するようになったんだ。まあみんな自分の国から出られなくなったから、その場で生活してその国の幸せのために働くことになったのはいいことかな。でもこうした体制の下ではほとんどの人は住宅地で暮らせなくなって刑務所で暮らすようになるんだ。法律がとても厳しいし、おかしな法律もあるからね。文明の恩恵も忘れることになる。自分の国だけのために働くから、国と国の経済はもう必要なくなってしまうんだ。ただしそれが意味するのは、例えば君の国に車を作るような重工業がない場合、新しい車が手に入らなくなるんだ。せいぜい安っぽい自転車が最高の贅沢になるんだ。ソーシャルメディアが全部消えるわけじゃないんだけど、友達と大切な話ができるのは森の奥深くに行くか、ラジオを思いっきり大きくしている時だけになる。髪を切りたい時もどんなヘアスタイルにするのかについて地方政府の許可が必要になるんだ。彼らが認めるヘアスタイルの数なんてすごく少ないんだけどね。最悪なことは、今や全ての国がお互いに潜在的な敵国になっていて、お互いに警戒していることだ。だから国のほぼ全ての資源は軍事力の増強に使われるんだ。そして悲しいことに、誰かがある日頭がおかしくなってその赤いボタンを押すことになる。このチビスケは1年間喋らないか。なぜ？私がそう言ったからだ。なんだ？なんでそんな顔してるんだ、アノルド。子供たちが見てるんだぞ。勝手にスタイルを変えるんじゃない。何もかも台無しじゃないか。なるほど。人間は平均で1日7000語を話すことを知ってるかい？1年間沈黙した後、君は一体何を。アーノルド、君のためには何でもする。アーノルド、おかしくなっちゃったのか。このステレオは150デシベル以上の出力があるんだ。鼓膜が破れるぞ。お前みたいな脳なしでも無理だって分かるはずだ。そうだ、全部だ。ステレオだけじゃなくて電話もラップトップも XBOX もおもちゃも全部持っていく。私に逆らえると思ったのか。こっちに来い、マヌケ。これでも食らえ、恩知らずめ。やめろ、ステレオスイッチを入れるな。なんなんだ、アーノルド。今度そういうことをしたら、生きたまま線香に解剖されたらどうなるかという新しい動画を作るぞ。こんな感じで。さあ気を取り直して。一年も沈黙していると声の響きが激変するんだ。脳は聴覚を使って声を調整するから、一年もすると耳はもう以前の自分の声を忘れているんだ。さらにそんなに長い沈黙の後で話すととても痛い。それから訓練しないと声帯は弱るし、肺は空気不足ですぐ空っぽになってしまうんだ。
様子が変だぞアーノルド、大丈夫か？君は変わったな。哀れなアーノルドはすでにグローブボックスを漁り、去年のフライドポテトを見つけ、隙間にあったリッキーマーティーの CD を何百回となく聞いている。そうだね、ひどいもんだ。やめた方がいいぞ。時間の節約にもならないし、本当に危険だ。ありがとうと言ってほしいな。時間を止めて君を救ったのは私だ。漫画みたいにね。この時君ならどうする？ペンタゴンの機密書類を見て、アームストロングが本当に月に行ったかどうかを調べる。それともスージーにキスをするかい？おやおや、一番大切なのは日本だけで済ませないことだ。だって日本人は時間を止めるのが本当に好きなんだ。本当に本当に大好きなんだ。物理学的に言えば、もし時間が止まれば全てが止まる。数学者じゃなくても時間は速度と距離を構成する一つであることは理解できるだろう。もし一つの値がゼロなら、他のものも全てゼロになるんだ。さあ冒険の始まりだな。やおっと、光の粒子であるフォトンも止まっているから、目で見て理解することはできなくなるんだ。水も飲めなくなる。6500万年前に地球を離れた光の流れは、今6500万年光年の彼方にある。大きな望遠鏡を地球に向けることができれば、恐竜を見ることができるのさ。さあ現実に戻るんだアーノルド。これで時間を無駄にしたとは思わないだろう。だって我々の人生の一秒一秒は美しいものさ。この車はどこで手に入れたんだい？アーノルド、もう少しで鳥を殺すところだった。このお客さんのためにタクシーが必要だ。わしじゃなくてただのスズメだから大丈夫だ。どうやら全米中のタクシーを同じ場所に呼んでしまったようだ。アメリカでタクシードライバーとして登録している人の数は23万人。そのうち半分がウーバーのドライバーだ。このタクシーが一列になると渋滞は800キロにも及ぶ。ニューヨーク州の3分の1が麻痺してしまう。排気ガスの量が通常の2倍になるため、外で息をすることが難しくなる。咳が出始め、吐き気がして脳卒中に襲われるかもしれない。救急車は期待できない。助けに来てくれないし、他に3000人の患者が助けを求めているからだ。頑張れば地下鉄に乗って病院に行けるだろう。だがいつも車を運転している600万人の人がすでに地下鉄に乗っている。だから今日は1100万人の人がイライラして怒って遅刻しながら乗っている。ねえみんな、渋滞を起こしたのは彼だよ。警察はほとんど対応できないため、市内の半分の店で強盗が発生する。アーノルド、君は海外に逃げた方がいいだろう。ニューヨークを出発するほぼ全ての飛行機に君の席があるだろう。他の人は空港にたどり着けないから、飛行機は半分の乗客しか乗せていない。この航空会社は1回飛行機を飛ばすたびに1万ドルの損失を出している。アーノルド、どうやってこのお金を返すつもりだい？全てのタクシーを合わせると、君を乗せるためだけにガス代だけで1500万ドルに上る。一体どうやって払うつもりだい？アーノルド、本当にお金を持っているのかい？でも君一体どこに行くつもり？ここは森じゃないか。まあいろいろ知ってるだろうから心配はしてないよ。葉っぱを服に入れて体を温めたり、水をろ過したり。おいバカ、それを食べるな。森の奥に進む前に注意して周りの音をよーく聞くんだ。トラクターの音は3キロから4キロ。犬の鳴き声は2キロから3キロ。電車の音は10キロ先でも聞こえるんだよ。BTS の歌は地球上のどこにいても聞こえるけどね。これは何だい？見てごらん。これはまだ子供だ。迷子になったんだね。スローロリスは熱帯の森の中で生活してるんだよ。ペットになんかしちゃダメだって。ロリスは肘の関節を舐めるんだけど、そこには毒があるんだ。噛まれたら死んでしまうんだよ。
動物の足跡をたどってごらん。そうすれば川とか水の流れにたどり着けるんだ。魚を取って食べることだってできる。その方法だと日が暮れるだろうね。ほら、言った通りだろ。さあ、森で一番危険な夜がやってきたよ。こんな時は木の上で寝るといいだろう。安定しないけど、少なくとも安全だからね。朝になったら誰かに見つけてもらうように開けた場所に出るんだ。森の中を捜索するのは本当に大変なんだ。消防士でもボランティアでも軍隊でも難しいんだよ。その場所を真四角に区切って、それを一つ一つ探していくんだよ。実は行方不明になった人が自分の捜索隊だとは知らずに一緒になって自分を探していたことがあるんだ。彼は自力で森を脱出していて、それを誰かに言う前に捜索隊に入ったんだ。火を起こすと空からよく見えるようになる。緑の葉っぱを燃やすとたくさん煙を出すことができるよ。火を見て見つけてくれたのは救助隊じゃなくて地元の漁師だったね。よかったね、アーノルド。家に帰ってこれたじゃないか。なんでこんなものが必要なんだい？マインクラフトのリアルバージョンを作りたい。朝飯前だ。マインクラフトはテトリスの次に世界で売れたゲームだって知ってるかい？最初のバージョンはたった6日で作られたんだ。それでマインクラフトとリアルの生活のどっちがいい？人生があまりにも困難に思えるときにイージーモードを選択することができれば、それは間違いなくクールだ。ここでは怖いものも上も何もないからね。でもそれは本当に面白くない。サバイバルモードにしよう。現実の生活のように行動しなければならない。食べ物を見つけて、家を建てて、自分を守ってレベルアップするんだ。もちろんゲームではもっと簡単だ。ツルハシ一本で空中に浮かぶ木を切り倒すことができる。それに数秒間岩を割るだけで石を手に入れることができる。ここでの1日はたったの20分だ。それからその哀れなピクシー部の顔でさえ誰かの注意を引くことができる。好きなだけファーストフードを食べても太らない。それがいいところだ。1年中いつでも快適に過ごせるし、服も買わなくていい。それに家の中でゴミ箱の代わりにサボテンを使うことだってできる。どんなものだって消せるんだ。飽きたら羊の名前を変えればカラフルにキラキラする。そしてそう、ここでは道で羊に会うだけでいいんだ。これはマインクラフトだ。もう帰る時間か。そうだ、忘れてた。家が盗まれたり壊されたりするのは簡単なんだ。ゲームオーバーか。ちょっとゲームをやりすぎなんじゃないか。さあベッドに入って寝よう。おやすみアーノルド。おやおや、平均的な人間は3分の1を寝て過ごすんだ。寝ている間に体が回復する。鳥やイルカや爬虫類の仲間の中には10日間寝ないものもいるんだ。脳の半分が寝ているけどもう半分は起きているんだ。現在の世界記録は17歳のランディ・ガードナーで、彼は11日間寝ないで過ごしたんだ。だがその記録はロバート・マクドナルドの19日間によって破られたんだ。残念ながらこの結果はギネスの審査員に認められなかったんだ。この実験はきっと君の健康に大きな影響を与えるんだろうね。どうやら一日中ゲームをやっていたようだね。あまりに興奮しすぎると良くないことが起こるんだ。例えば金縛りだ。レム睡眠というのは体が動けないような状態だ。金縛りになると脳は起きているんだけど筋肉は動かないから、見たり聞いたりできるんだけど体が動かないんだ。すると幻覚を見るようになるんだ。例えば君の隣に悪魔がいるとかね。まあ長くは続かないよ。怖がらなくても大丈夫だよアーノルド。暗闇が怖いのかい？世界の 10% の人は暗闇が怖いという暗闇恐怖症だと言われてるんだ。これは僕たちの祖先から遺伝的に受け継がれているものだと言われているんだ。昔は夜行性の動物に食べられることを恐れていたからね。だから暗闇を見ると怖いことを想像するんだ。例えば窓の外に誰かがいるように見えたりするんだ。おいおい、世界で一番怖がりを決めるトーナメントがあったらきっと君は優勝だよ。恐怖というのは脳の扁桃体で作られるんだ。
このわずか 1.5 センチの小さい袋で怖いという感情が生まれるんだ。ウルバッハビーテ病という病気で扁桃体が破壊されたことがあるんだ。すると恐怖を永遠に感じることができなくなったんだよ。まあ君には関係ない話だけどね。まったく君と来たら自分の影ですら怖がるんだから。わかったわかった、電気をつけよう。ほらここには誰もいないだろう。でも電気をつけっぱなしで寝るのはいいことじゃないんだ。睡眠中に生成されるメラトニンの量が抑制されて太ってしまうことがあるんだ。もし君がブクブクの体になりたくないんだったら答えは簡単だ。部屋を暗くして寝なさい。まあ部屋を暗くすると誰かがいるんじゃないかと思う気持ちはわかるよ。でもそれはただの気のせいだ。本物かもしれないけどね。